後に一年戦争と呼ばれた人類史上最悪の戦いが地球連邦の勝利で幕を閉じてから10年、宇宙世紀0090、ジオンの残党デラーズフリートの決起、エウーゴとティターンズ、連邦の内乱から始まり混迷を極めたグリプス戦争、第一次ネオジオン戦争、幾多の争いを経て対立構造は再び地球連邦とジオンに集約された。これは俗にシャアの反乱と呼ばれる第二次ネオジオン戦争が起きる直前の出来事である。マルコシアスを壊滅させた青いモビルスーツ、ペイルライダーのパイロットクロエ・クローチェは連邦軍の極秘実験の被験体であり、ペイルライダーに搭載されたハデスというシステムとの相乗効果で恐るべき戦闘力を発揮する。これはニュータイプ能力を後天的に付与する強化人間やニュータイプクローンとは根底から異なるもので、かつてジオンで研究されたエグザムというシステムに類似点が多いものの、それに関する資料はほとんど残っておらず、核となる部分は謎のままだ。クロエ自身にニュータイプ的能力はない。痛覚を鈍らせる処置や G に耐える身体強化が施され、脳波に特殊反応があるらしい。その影響か、あの戦いの後覚醒した彼女は記憶障害を起こし、俺に懐いてしまった。反地球連邦組織に身を寄せていた俺とクロエは貴重な戦力として優遇され、俺は彼女の監視役を命じられた。戦うたびに彼女の消耗は激しくなる。そのことに目を背けながら共に戦い続け、10年も経ってしまった。そしてまた戦いが始まる。クロエはこの戦いの中で限界を迎えるだろう。しかし俺にはどうすることもできない。俺にとって彼女と共に戦うことが死んだ仲間への贖罪であり、彼女の存在そのものが自分への呪いだった。今回の作戦内容だ、確認しておいてくれ。ミッション内容の確認も、機体状況のチェックも忘れずにな。じゃあ、行くか。センター、ああ、オーソドックスだがいい機体だ。次の主力機としては満点だ。こっちも調子いいよ。追加装備の親和性が少し心配だったけど。追加装備か、技術や連中の悪乗りにも困ったもんだな。でもおかげでペイルライダーは力を増していくの。力があれば守れる。そうだな。クロエ、ここからは管制航行で接近する。了解。
した戦力だな。およその戦力は判明した。一度戻ろう。どうした、クロイ。ヴィンセント、この子勝手に。ダメ、クロイ。ペイルライダーが獲物を求めているのか。やるぞ、クロ。コントロールできそうか。何かに驚いたかと見たら、うん、今は大丈夫。足の速いやつだけでも落とし切れるか、逃げ切れるか。行け、クロ。一歩入ってその一撃を。
いっそ戦って死ねた方が幸せなのか。クソ、バカか俺は。現地行きを離脱するぞ。ヴィンセント、まだだ、まだここじゃない。クロエの一生がここで終わっちゃダメだ。およその戦力は判明した。一度戻ろう。どうしたクロエ。ヴィンセント、この子勝手に。ダメ。クロエ、ペイルライダーが獲物を求めているのか。やるぞクロ、コントロールできそうか。何かに驚いたかけみたい。今は大丈夫。足の速いやつだけでも落とし切れれば逃げ切れるか。行け、クロ。一歩入ってその一撃を。それに関する資料はほとんど残っておらず、核となる部分は謎のままだ。クロエ自身にニュータイプ的能力はない。痛覚を鈍らせる処置や G に耐える身体強化が施され、脳波に特殊反応があるらしい。その影響か、あの戦いの後覚醒した彼女は記憶障害を起こし、俺に懐いてしまった。反地球連邦組織に身を寄せていた俺とクロエは貴重な戦力として優遇され、俺は彼女の監視役を命じられた。戦うたびに彼女の消耗は激しくなる。そのことに目を背けながら共に戦い続け、10年も経ってしまった。そしてまた戦いが始まる。クロエはこの戦いの中で限界を迎えるだろう。しかし俺にはどうすることもできない。俺にとって彼女と共に戦うことが死んだ仲間への贖罪であり、彼女の存在そのものが自分への呪いだった。今回の作戦内容だ。確認しておいてくれ。後に一年戦争と呼ばれた人類史上最悪の戦いが地球連邦の勝利で幕を閉じてから10年。宇宙世紀 0090、 ジオンの残党デラーズフリートの決起、エウーゴとティターンズ、連邦の内乱から始まり混迷を極めたグリプス戦争、第一次ネオジオン戦争、幾多の争いを経て対立構造は再び地球連邦とジオンに集約された。これは俗にシャアの反乱と呼ばれる第二次ネオジオン戦争が起きる直前の出来事である。
マルコシアスを壊滅させた青いモビルスーツ、ペイルライダーのパイロットクロエ・クローチェは連邦軍の極秘実験の被験体であり、ペイルライダーに搭載されたハデスというシステムとの相乗効果で恐るべき戦闘力を発揮する。これはニュータイプ能力を後天的に付与する強化人間やニュータイプクローンとは根底から異なるもので、かつてジオンで研究されたエグザムというシステムに類似点が多いもので、俺たちだけで切り抜ける。クロ、いいな。当たって。敵戦力増加。ミッション内容の確認も、機体状況のチェックも忘れずにな。じゃあ、行くか。いい具合ね、ヴィンセント。ああ、オーソドックスだがいい機体だ。次の主力機としては満点だ。こっちも調子いいよ。追加装備の親和性が少し心配だったけど。追加装備か、技術や連中の悪ノリにも困ったもんだな。でもおかげでペイルライダーは力を増していくの。力があれば守れる。そうだな。クロエ、ここからは管制航行で接近する。了解。大した戦力だな。